イタリアグランプリへようこそ。日曜の午後を迎えたここモンツァ、このクラシックなサーキットでのレースを存分にお楽しみください。それでは各ドライバーのスターティンググリッドを見ていきましょう。
ことを続けると寿司は後からペナルティーを食らうぞ。
次のストップでエアのパーツを調整する。攻めすぎだ。クリーンなパスだけにしろ。ペナルティーは受けたくない。
せ。ペナルティーを受けるのはごめんだ。どうやら燃料が15キロになったようだ。燃料は残り15キロだ。Thank you.
お疲れ様でした。僕殴ってましたか？あー、パムさん。そうですね、3人ともなんかストレートで。フェリペ・マッサが優勝。またしても圧倒的なパフォーマンスでウィリアムズに勝利をもたらしています。